花電車は本州中部以南の沿岸に生息するウミウシの一種。鮮やかな赤や黄色の斑点を持ち、その鮮やかさから花電車の名がついた。体長10から15センチメートルとウミウシの中では大型。全体的には楕円型で厚みのある体をしている。頭部は半円形に広がり、その周囲には短い樹状突起が16から17個並ぶ。 体の側面からはやや長い樹状突起が4体伸び、先端はコブ状。頭部背面からは1体の触角が伸びるが、これは完全に体内に引っ込めることができる。体の背面やや後部のエラは、右上で5から6個。後端は幅広い。体色は基本色が白で、黄身や赤身を帯びることもある。背中の樹状突起は、基部が赤く、先端が黄色く染まる。 しかし網にかかってもすぐに死んでしまい、体も縮むため捕獲は稀で、生態もあまり知られていない。海底の泥質地に住み、海中に浮いていることもある。柳沢は、水槽内の観察例で、匍匐状態から、体を内側に丸くして、水面を漂うことがしばしばあった旨を記している。日本では、本州中部以南から知られ、インド洋海域に広く分布する。 本来は暖かい海に生息している場合が多いため、南方から黒潮に乗ってきたと思われる。何を食べているかといった、生態的な性質はほとんどわかっていない。また、貝の仲間では珍しく、刺激を受けると青白く生物発光をする。柳沢は、自ら積極的に光ることはなく、軽く握りしめた時に飲み光ったことを記している。ありがとうございます。